やっほ、あうち、やっほー、待ってよ、やっほー、イエーイ。なんか部屋の掃除をしないといけないのに全く進まないっていう Now です。え、マジで今もう洗濯物は取り込んだまま、ゴミも今もう机の上に置きっぱ、服も脱ぎっぱ、あっちに服を置きっぱなし、今この後ろだけ綺麗っていう、机の上も今バナナの皮が転がってるっていう、今ね非常に動きたくない病にかかってる。あ、雪の気づいたよ。チキ当たったの嬉しかった、ありがとね。ななまなちゃんは付き合ってる人いるの？いたら心を開いよ。私が手伝う。いやほんとね、なんかトイレもなんか自分月一に掃除してるんだけど、何？磨くのね毎回トイレを。でもなんか今回すごい汚れちゃって、何？すぐ汚れたみたいな感じになってやばいって思って、なんか嫌なのそういうのだから、あ、やば、早くしなきゃと思いつつ全然やってなくて、あ、今日やろうと思って、もう掃除道具大量に買ってきました。と買ってきたのはいいんだけど、部屋も掃除しとらんしね、もう何、絨毯に漢方はぶちまけるし、もう即朝の7時にぶちまけて、朝8時にアマゾンプライムで絨毯買いました。もうこれはもうやっとられんよ、もう部屋がもう漢方漢方よ、もう漢方パーン、もうほんまに。でもそれでもう最悪じゃんと思って、もう秒でもう買ったんじゃけど絨毯を。で今部屋がすごいねぐちゃぐちゃなんよ、ぐちゃぐちゃっていうか何も散らかり放題って感じ。だけどね、早く片付けんといけんのんじゃけど、今動けんっていう。りんこちゃん、かわいい、ありがとう。やっほー。あ、まなちゃん気づいたよ。やっほー。はやかちゃん、髪の毛ツルツルすぎ。いや、あのね、美容院行ってきたけんね、今ツルツルなんよまだ。昨日ん昨日だっけ美容院行ってきたの、おとといか、おととい美容院行ってきて、マジサラサラ。まあね、美容院行ったらもうサラサラよ。だってこれさ、あれさっき結んでて、すごい跡とかついてんのに、すっごいサラサラに見えるっていう。最高。ほら、結んだ跡がすごいあるんじゃけど。そうなんだけん。ほら、ゴミをね、片付けにはいけんのんよ。じゃけど、動けんのんよ。ほら、絨毯とかさ、朝測ったけんさ、今ここにある。え、マジ焦った本当に。もうぶちまけた漢方。裸眼に見える、毎日裸眼だよ自分は。カラコン入れるのマジ月1で1回あるかないかぐらい、ほぼ入れない。その服 YouTube で着てたやつだ。そう、今日これ着てた。そう、今日 YouTube 上がるって分かっとってけん、この服を着ようと思ってこの服を着ました。ね、この服ね、なんかマルキューの地下1階、地下2階かのなんか韓国っぽい服屋さんで買ったの。ストリートっぽい服屋さん、ストリート系の服屋さん。でもタグ見ても、あの、全然違うの名前が。で調べたんだけど全然名前が分かんなくて、名前分かる子いるかな、あそこの何お洋服屋さんのショップ名みたいな。そう、ゆなちゃん、ゆなめるちゃん、なんだろう、あんなちゃん。そう、それで分からんかった、あの服の、この服だけ。でもその109のとこで買った、すっごい安かった、1000円ぐらいだったと思う。 DM は基本返信してないです。ただ毎日送ってくれてる子とか、もう2日に1回とか結構な頻度で送ってくれてる子にはごくたまにお返事したりとかしてます。エリナやっほー、あ、ソラミやっほー、ルカやっほー、あ、リナやっほー、気づいたよ。マラマヤチャンネル大好きです、ありがとう。赤ちゃん見た？マヤリンの見たよ。まだ会ってないけど、あ、ほのかな、やっほー、イブちゃん、やっほー、いつも応援してます、ありがとう。
まなまちゃんほんま垢抜けだよね。ほんまにでも自分毎年それ言われとんよね。なんか毎年毎年、なんか小1じゃないわ、中1ぐらいの時から毎年毎年変わったね、なんか可愛くなったねってすごい言われるんだけど、毎年言われるんよ、垢抜けたって。どこがね、一番いいかわからんけど。でも個人的に、なんか毎日常変わってたいの。なんか昨日と一緒の自分が嫌いなの、自分は。なんていうの、昨日より絶対、今日は絶対可愛くないと嫌なの、自分の気持ち的に。だから、なんか結構1年とかで見ると全然違う自分が出来上がるんだけど、そうだから、なんか常に変化してたいっていう人、自分は。常なんか何かしらの毎日変化を求めてる人間。いいんか悪いんか分からんけど。生まれた時から垢抜けてそう。いや、それはない。自分、生まれた時、つるっぱげじゃけん。マヤリンのさ、何、生まれるとかさ、赤ちゃん生まれるとか、誰かの子が生まれるとかあるじゃん。最近出たマヤリンとかなんだけど。でさ、この前、ツッキーが生まれたじゃん。でさ、まあ、知り合いとかがみんな生まれるわけじゃん。みんなさ、髪の毛がさ、生えとんよ。なんか、ちょびっととか。まあ、いっぱい生えてる子もおったりとか、しとるわけないよ。だけどさ、自分生まれた時2歳ぐらいまでつるっぱげじゃけんね、マジで。ほんまにやばいよ。なんかママの家系は早い家系って言われた。あ、りーん、やっほー、そらみー。そうなんよね。だけんなんかね、マナバーです。だけんなんか七五三とかあるじゃん。自分3歳の頃の七五三つけ髪しとるけんね、髪なさすぎて、こうくるくるのつけ髪、そのぐらい髪がなかった。もう髪なすぎてどうしようか思ったぐらいなかった。でもなんかママの家系は全員髪がないらしいわ。マジでめっちゃ好きです、めっちゃ推してます。これからも頑張ってください。ありがとう。長輩は猫である、だっけ、青い、やっほー、かなちゃん、あ、もいちん、相談乗ってくれてありがとうね。もちろんだよ、ほんとに。まなもち、まなもち。わ、まなもちって懐かしいな。春もちとかいないかな。ほのかな。今日何のリップ？リップはね、毎日メイクと一緒のリップをつけてる。一緒です。あ、つよし、やっほー。きょんです。きょんです。自分も3歳までに髪の毛生えなくて薬飲んだら生えた。え、薬飲んだの？すごい。なんかね、もう自分の家は家系らしいけんね、なんか、ちゃんと生え、なんか何？もう子供頃はつるっぱげみたいな感じらしい。今日好きの時以上にマジ大人になったらな。まあ、2ヶ月じゃないわ。2年前でけんね、自分が出たのって言っても。だってもう7月でしょ？2年と3ヶ月前だよ、自分が教室出たの。一番最初に出たの。やばいよね。だってその次に出た教室も1年半前以上じゃん。1年半前？もっと前か。2年。1年半前ぐらいか。それは変わってないと嫌よ、自分は。だってさ、1年前と変わんないねって言われるよりさ、いや、可愛くなったねって言われる方が嬉しくない？なんか、自分、結構、なんか、常満足しないタイプの人間だから、なんか何、何当時の 100% と今見る当時の写真は全然 100% に見えないから、なんか常、120% ぐらい目指してたい人だから、なんか昔と変わんないねって言われたら、なんか普通になんか嫌だ。嫌い。そんな自分が嫌いになる。あ、変わってないんだと思っちゃう。そういうのね、嫌いない。だけど、常変わってたいって思っちゃう。YouTube の企画最高すぎた。ありがとう。呼んで、ココナちゃん。可愛すぎるんだが、嬉しい。まなめちゃん、可愛くなったね。そう、嬉しい。昔の写真見ると、昔のは可愛いって感じだったけど、今は美人って感じ。嬉しい。なんか自分、可愛いより美人って言われる方が好きで、なんか、可愛いじゃなくて美人だねって言われたい。けん、でけん頑張る。常ってよく言うよね。わら、口癖。常ってめっちゃ言ってる？変わんないなって普通に嬉しくないよね。そう、嬉しくない。なんか、いい意味で変わんないとか言われても、なんか変わってたい人だから、常。そう、だから、
変わったねって言ってほしい。そう、なんか変われるように努力してるのに変わんないねって言われるのは嬉しくないって感じがする。歯が美人だよ。本当に歯矯正頑張ってるよ今。まだマウスピースだけどね、まだ裏矯正してないけど、マウスピースついてる。あんまわかんない、なんか実物会うとちょっとここが膨れた感じがしてる、ずっと。だから YouTube が今後なんかちょっとマウスピースつけてるのが上がってくるから、ちょっとねわかるかもしれん、膨らんでる感じがするかも。美人だよ、ありがとう。カオタンって呼んで、カオタン、ソノちゃんって、ソノちゃん何歳ですか？18です。18の高大学1年生の代かな。まなまなちゃん大好き、ありがとう、キュンです。もうすぐ2年3ヶ月だよ、早っ、やば、もえちん早い、2年3ヶ月早いね、本当に嬉しい、本当に2年3ヶ月ってもう長い長い、嬉しい。マウスピースつけて口の形変わんないの？変わんないけど、なんかちょっと膨れた感じがする、なんか膨れてるねっていう感じ、なんかティッシュ詰めてんのみたいな感じがする。あと喋りにくい、ととかが言いにくい、ととってさ、上にさ、てって一緒じゃん、上にベロつける発音がちょっと赤ちゃん言葉みたいになっちゃう。ちゃとかてとか上にベロをつけるやつが結構なんか聞き取りにくい感じがするかも。ハキハキしゃべろうって感じじゃないと、普通に喋ってるとちょっとあんまりわかんないみたいな。やっぱ裏矯正ですか？そうだね、なんか裏矯正じゃないと表だと笑った時に見えちゃうから裏矯正かなって感じ。ただどうしてもってことだったら前もたまにつけるかなっていう、そう、その時の歯にもよるかなって感じだけど、基本裏矯正です。広島の武蔵知ってるって来てたのかな。武蔵知ってるよ、おっとっとって言ってください。おっとっとっとってって言うと、とおっとっとっとって言うと、とおっとっとっとってって言うと、え、なんだっけ、違うっけ、もっと長い気するわ。おっとっとっとってって言った、あ、おっとっとっとってって言ってない、え、ごめん止まった。え、なんだっけ、おっとっとっとってって言ってない、なんでとっとってくれんたかったと、なんだっけ、あの文章がわからんのんじゃけど、おっとっとっとってって言ったんだけど、いや違う、博多弁が広島弁になりよった今。え、おっとっととっとってって言ったのになんでとっとってくれんかったと、なんて言うん、わからん、それがわからんかったわ。でも意識すれば言えるよ、意識すれば。だけど普通に喋りよってなんかとみたいな、あ違う、普通にとっていう言葉とかなんかわかんないけど、そういうのが出た時にちょっと言いづらい、あの何、言えてないみたいな感じかなっていう感じです。前に器具つけた、あ、私は前に器具つけて透明だったらあまり目立たなかった。そう、なんか目立たんかったんだけど、でも写真、何、普通に撮影とかの写真はだいぶあのアップで写るから、それはちょっと写るかなっていうので、基本前にはつけれんかなっていう感じはする。今会いたい人は誰？え、断然マヤ、今超マヤに会いたい。なんかなんていうの、普通に、まあ、今さ、どうしても育児期間だからちょっとまあみんなでバックアップしようって感じだけど、今こんな世の中だから、そうちょっと難しいかなって感じなんだけど、でも写真とか送られてきて、あ、可愛いってなって、あ、行きたいってなってる今、めっちゃ、てかめっちゃ元気になってきちゃった。今だったらなんか掃除頑張れそうになってきた、みんなのおかげで。あ、あかり、やっほー。まなまなちゃんカラコンしてて、自分ねカラコンねつけとらんけん、全然カラコンわからんのんよ。そう、なんかね、1年前とかだったらつけとったんだけどね、最近全然つけとらんけんね、わからんのよね。まなちゃんに毎日 DM してからもう1年になるよ。1年そんなに送ってくれてたの、本当にありがとうね。でもマジで結構毎日送ってくれてる子が結構増えてきてて、本当に結構マジで頻繁に DM 見るけん、結構ね嬉しい。なんかちょっとしたことでも報告してくれるみんなが可愛いなって思うし、こんなことあったんだよって、あ、自分も頑張らなきゃなとかもすごい思うし、なんかねふとした時にすごい支えになってるから、本当に本当に嬉しい。ナイトブラ効果ありましたか？なんかね、自分なんかちょっとごめん、男の子には分からん話するけど、離れ乳っていうか外向いてんの乳がごめん、なんかこんな話していいのか分かんないけど、でも自分は外向きなので、なんか昔から
そのおっぱい大きい方だったから、それがすっごい嫌で、もう押しつぶしてたの。もう押しつぶすやつで押しつぶしてたんだけど、最近になって、なんかなんだろう、女性らしい体のラインが好きだなって思ってきて、それはやめたんだけど、だからなるべくその離れ乳を直したいなって思ってはいる、そのナイトブラで。だからでもあれするとすごい綺麗な形になるから、それで頑張ろうって感じで。昔押しつぶしてた自分を憎みたい1年前とか超押しつぶしてた。なんか服とか着ると、まあちょっと太ってたっていうのもあるけど、パッツパツになるの、こういう服とか着ると。今はそんなないけど、もうパッツパツよ、なんか胸んとこだけ。それが嫌で、すごい押しつぶしてた時もある。コシアン来てる、え、コシアン来てる、コシアン、あ、リナコメント読まれないや、え、ごめんよユリ、あ、ユリやっほー、ソラミ、サキナ、美人すぎて目なえる。え、なに？それはダメだよ。ポケットからキュンです。え、何落としたの？キュンです。君がくれたキュンです。でも、なんだっけ？君にあげられなくてシュンです。ごめん、マジリズム感ないんだよ。ほんとごめん。ほんとごめん。リズム読めん。リズムわからん。つけましてますか？してないよ。いつも元気もらってるよ。リオありがとう。気づく、気づくっていうのかな、ごめん発音ね、自分ね違うってよく言われるけん、ごめんほんま。りょうが、めに、まい、ココナ、リズム感くさ、いやマジでもうね分かりきっとるけん、マジでねリズム感だけは本気でね無理なんよ、どんだけ頑張っても。なんかリズム聞いてってすっごいね、ヤジルートの時でも超言われたの、超超超言われ、リズム乗って、リズム聞いて、まだまだリズム聞いてって、もう何百回言われたことか。もうそれに対して自分は心の中で、なんか英語を喋られて、英語聞いて、英語聞いて、英語聞いてって言われてるようにしか聞こえなくて、自分からしたらリズムがわかんないんだもん。なんか単語わかんないみたいなと一緒で、単語の意味を知らなきゃさ、どんだけ英語聞いたってわかんないじゃん英語。そんな感じで自分はマジでリズム聞いてって言っても、どれがリズムなんだよってもうずっと頭の中で思ってて、いやリズムはわかる、言いたいことはわかる、言いたいことはわかるんだけど、自分の中でリズムっていうものをリズムとして認識しなくて、リズムっていうのが何が何だかわかんないみたいな。ごめん、めっちゃ早口言葉になったんだけど、え、マジで本当にリズム聞いてって言われるのが苦だった。なんか英語聞き取ってって言われてるような気しかしなかった、もう自分はね。だからなんていう、その自分のなんだよ、その気持ちが分かんない人に言われてんのは、うんってなってた、ずっと。まあそういうことだ。まあリズムは分かんない人は本当に分かんないんだよ。なんでだよ、なんでだよってなるんだけど、本当にリズム乗れないからね。最初乗ってたつもりでも途中からもうよく分かんなくなってくるから。あ、リン、マナちゃんコメント気づいた、気づいたよ。カレンって欲しい。カレン、サキサキサキ、マナムちゃん、はい。ねね、ねねってこうやって書くのめっちゃ可愛いじゃん。可愛いな。みなみ。ルータン。あまね。あまねってなんか聞いたことあるぞ。前にも来てくれた？今ダイエット頑張ってから一言ください。一緒に頑張ろう。そう、ダイエットに関してはマジ一緒に頑張ろうって感じ。え、なんか本気で自分はもうめっちゃ食べる人だから。まあ、なんかまあ昔食べなかったからすごい食べても太らなかったかもしれないんだけど、すごい太りやすい体質になってからマジでもう気をつけてはいるんだけど、やっぱすごい食べるから、もう気をつけなきゃ気をつけなきゃとは思いつつ食べるなるべくカロリーの低いものを、脂質の低いものを食べたりしてます。セナって呼んで、セナ、レイナって呼んでよ、レイナ、カレンって呼んでほしい、カレン、リーちゃんって呼んでください、リーちゃん。筋トレしてますか？最近週1であのパーソナル筋トレ1時間だけ行ってます。でも週1やるだけでも全然違う、週2とか週1とか行くだけで1時間やるだけでマジ全然違う。一食でお米2合食べるって本当ですか？え、2合っていうか3合食べてたね、あのやばい時。そのなんか過食気味だったっていうとなんか本当そうだけど、マジで過食気味だった時は、あの実家帰った時なんか家の冷蔵庫の食べ物すべて食べ尽くして、家帰ったらもうママの食べるも一個もないみたいな、もう
まあもう全然普通だったし、パンとかさ普通に食パンこういう風に袋で買ってあるじゃん、あれとか全然2個ぐらい朝から平らげちゃって、2個あるじゃん、この袋2個を普通に平らげちゃってママにすごい怒られたりとか、あと枝豆のさ冷凍の袋 400g に入ってる袋とかを丸々普通にペロッと食べちゃって、その後普通にご飯とかペロッと食べちゃって、それで帰ってきたらママのご飯がないみたいなのがしょっちゅうあって、もうそれでママにあんたマジで過食症になりよるよって、もうガチの顔で言われたことがある。確かにと思って、確かにおかしいと思って、自分ももうこんなに異常に食べるのはおかしいって思った。もうその当時、今思えばおかしかったなって思うけど、全然ストレスっていうものを感じない人だったから、体がストレス感じてたんだろうなって感じだった。でもそのぐらい食べてた。それでも細かった？いや細くない細くない。え、その時だから今と10キロくらい全然違う。てか1年前10キロ太ってるからさ、10キロ以上。レイポンです。あーレイポンやっほー。そう、そこまで行ってたら怖いな。いやマジね怖かった。なんか全然気持ち的には頑張りますって感じなの、頑張ります頑張りますって感じなんだけど、体だけがどんどんブク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 、もうブクブクよ。まあそれでもね、あの見捨てずにいてくれたマネージャーさんには感謝しますけど、本当にまあでもそのぐらいブクブクだったんよ。まあすごい食べとったし、まあ、異常だった。お菓子とかもう永遠食べれとった。なんかねずっと食べれてた。なんかお腹いっぱいっていうのを感じなくてずっと食べれたっていうのが本当に良くなかったとこ。まあじゃけんなるべくね、まあ普通に定食は2皿ぐらい全然今でも全然いけるんだけど、まあ太るからっていうのでちょっと抑えようと思って頑張ってるっていう感じかな。あれなやっほー。何ヶ月でか、ピークが55だったんだけど、1年ぐらいかな、これがあったけど、やっぱ1年ぐらいで今やっと落ち着いたって感じ。マジでずっと何か食べれてたね。枝豆 400g 食べた後は、何食べても、とりあえず冷凍食品全部平らげて、その後パン平らげて、そして挙句の果てに自分で作り出して全部食べちゃうとかあった。ちょっと前に好きになって 2年だった。早い、雪の2年、ありがとう2年。まなまちゃんチェキ当たったよ、ありがとうね、ありがとう。反抗期あった？なんかね、自分すごい真面目だね、なんかお姉さんだねって言われるんだけど、それは本当にマヤができてお姉さんって言われるようになっただけで、マジで本当にありがたいことに、あのすごい反抗期ありました。超生意気な小娘で、どちらかといえば先輩大好きの妹キャラだったから、そう本当に申し訳ないけどめちゃくちゃ反抗期あった。だから全力で恩返しするママには。待って、充電がないけんそろそろ終わりたいと思います。少しだけって言ってたのに結構長いことしてごめんね、いっぱい喋っちゃったんだけど、ごめん。なんか9段の時からお姉さんやって、あーでもなんかね、臨機応変に場の空気で自分ね変わる人、あここにはしっかりしてる人がいるなって思った瞬間、もう超末何妹キャラになるみたいな感じあのすごい使い分けてる、自然と。でもそろそろ終わりたいと思います。ごめんね、充電がないけん今日は終わりたいと思います。目大丈夫だな？あ、そういえば目はね今日アイプチしてます。二重になんなくて、もう三粒子ひどすぎて、まあ気長に治るのを待ちたいと思います。ちょっと充電が、もう充電やばい、切らないといけないです、すいません。部屋の掃除頑張ります。それでは終わりたいと思います。今日も来てくれてありがとうございました。それではパパママもありがとう、ありがとう、ありがとう。うん、キュンです。